桜井よしこです。今夜の言論テレビのテーマは、台湾有事、日本有事の時に私たちが目にするものは何か、何を体験するのかということに焦点を当てたいと思います。今夜のですね、お客様はですね、この道の専門家でいらっしゃいます。まず小野寺逸則さん、自民党安全保障問題調査会会長の小野寺さんです。どうぞよろしくお願いいたします。でもう一方は防衛研究所の防衛政策研究室長の高橋杉雄さんで、高橋さんはつい最近この現代戦略論という本をお出しになりました。これについて、まあね、中で触れていただいてもいいかというふうに思います。じゃあよろしくお願いいたします。今日の目次をちょっとねご紹介したいと思うんですけども、アメリカ日本が出した安全保障関連の3文書をどう評価したのか、でこの戦略国際戦略問題研究所アメリカのシンクタンクの分析で、日本の役割は要になりますよということがあります。日米対が中国に勝利するとしたらその条件とは何かということで、まあ、自衛隊の被害も非常に大きなものがあります。まあ、死傷者の記載がないんですけども、これはちょっと後でご説明したいと思います。で台湾有事は始まったらなかなか終わらないだろうという結論が導き出されるのではない、これ非常に恐ろしい結論ですけども、今回の3文書だったわけですけれども、私これは本当に日本の戦後の国防体制を根本から変えるものだという認識を持ってるんですが、小野寺さんのその説明を聞いてアメリカの方々はですね、日本の変化の深さというものをどのくらい理解しました？まずそこまでよく考えてきてるんだという、ことの評価と、もう一つはですね、実はなぜそうかということの説明を細かくしてきたんですよ。はい、例えば今回かなり無人機を含めて、そういう装備を日本はしっかり取得したいんだと、で現実を見てくれと、日本の周辺の南西域で今中国が無人機で実はどん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 、サラミ作戦でどんどんその日本の領域に近づいてきてるわけです。でこれに対して日本の航空自衛隊がスクランブルをかけるんですが、はい、なんせ無人機ですから遅い、でしかもあっちは人がいないのに飛んでくるだけで、こちらはスクランブルで、大変隊員も装備も消耗します。我々から見て言えることというのは、文字通りその日本の基地がどうなるかということが、台湾を防衛するというか台湾海峡有事の奇数を分けるということ、でそうだとすれば、そのおそらく日本側としてこの台湾海峡有事に関わるか関わらないかということを決めることは多分できない。できないというのは、日本の基地が重要であるということは中国も分かってますから、中国側から先制攻撃をしてくる可能性というのは十分にある。で先制攻撃をされる以上は僕たちはもはや選ぶ権利はないということになるかなと思いますね。最終的に一番効率的なのは長射程で、アメリカで言えばハワイやグアムのようなところから長射程で攻撃をする、中国としたら中国の本土から攻撃を仕掛けてくる、これに対して反撃をする場合、相手の領土に攻撃を仕掛けることになります。とすれば両方とも核保有国であって、核保有国同士の本土に攻撃を仕掛け合うということが、どういう意味を持つのか、今回、ウクライナに対してアメリカが提供している装備はさすがにロシアのモスクワを狙うようなものは提供してないじゃないですか。ですからそこはどこまでの、その両国の本気度が出てくるかというのは、私もなかなかその読み切れないというか、そうするとこの戦いというのはその中でずっといわば台湾だけがボコボコになっていく、もしかしたら日本の南西域だけがかなりその被害を受けてくる、お互い長射程からやり合うということで、肝心のところにはお互いにもし手をつけないとすれば、結局戦争は長引くし、最終的には台湾は占領できないかもしれないけど、その戦域はもうボロボロになってしまう、なんかそういうことじゃないかなと私は思います。ロシアの場合で言えばプーチン大統領の問題なんですよね、その今回のウクライナ戦争、これでもそれでも戦争が終わらない、
で中国の場合には習近平だけではなくて中国共産党の統治体制の問題になるんですよ、はい、なるほど。ですから、うん、よりその戦争に負けられない、負けることはできない、つまり、うん、ロシア・ウクライナ戦争よりもさらに終わらせるのが難しい戦争になっていく。で我々の側から、例えばアメリカの側から見ても、その台湾の民間人が万単位で死者を出している。でアメリカの兵士も千何千人という単位で死者を出している、うん、でそれだけの戦争を戦った後で、いや一つの中国の原則は変わりませんということを、でその戦争を終わらせることができると私は思わないんですよ。これありえないですよね、日本にとってもありえない、アメリカにとってもありえない、はいはい、で逆に言う、それを中国から見れば、うん、じゃあその戦場では負けたんだけれども、うん、アメリカが台湾を国として認めると、国交を正常化するというようなことを、うんうん、受け入れるような終戦条件を受け入れるはずないんですよね。そうでしょうね、ですから、うん、そのどちらから見てもこの戦争っていうのは始まってしまうと終わらせることが多分できない戦争になっていくということが言えるんだと思います、ね、恐ろしい見立てですけども、小野寺さんどう思われますか。同意です、同じです、うん、でもう一つ、昨年の日本でのシミュレーションは実際に中国が核を使用しました。核を使った、はい、ただそれは台湾の本土ではなくて、ええ、台湾の関係する無人の島に使って、うん、まあ、威嚇をしたということなんですが、うんうん、その時私ずっと考えて、まあ、その時はシミュレーションではなかったんですけど、もし中国が台湾に核を使う、それは、まあ、大規模じゃなくてもですね、うん、戦術的にも使うという時に、じゃあ核を使った中国に対してアメリカが中国本土に核の砲撃をするかというと、多分それはしないんだと思うんですよ、うん、そうすると結局台湾というのはまたさらにボロボロになっていく。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、そうです、もう最も深刻な問題を突きつけられています。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか。一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円、または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組、キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、その
しかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。